老党は中世日本の武士社会における主家の一族や従者、老党とも、平安時代中期に上兵天領君公者やその子孫の中から登場した武士階層は他頭不明、すなわち電磁経営者としての側面も持っていた。武士たちは在地にあって電磁経営を行いながら武芸の鍛錬に励み、国家から軍事動員が課せられた時は軍事活動に参加した。 こうして彼らは国がから国内武士としての認知を受け、それによって武士身分を獲得していた。上記のような在地武士たちは戦力を一定以上確保するために自らに従う者を老働と呼んで主従関係を結んだ。老党は武士と同身分であるとは言い切れないものの在地武士と同様に起乗する権利を持ち戦闘に参加する義務を負っていた。 老頭の出羊を見ると、下人、所住から老頭になった者もいれば、百姓身分の者が在地武士と主従関係を持って老頭となった者もいた。老頭と同様、武士に従いながら戦闘に参加したのが家の子である。家の子と老頭の際は、家の子が武士の一族、子弟であり、血縁関係を有していたのに対し、老頭はそうでなかったという点にある。武士間で、 主従関係を結んで、ある武士が別の武士の老働となることもあった。11世紀頃に武家の頭領と呼ぶべき指導的な武士が登場すると、多数の武士が頭領と主従関係を結んで、頭領の老働となっている。ありがとうございます。